本格レストランのブイヤベース。スープと具は別皿で、アイオリソースと、薄切りパンを添えるテーブルで魚を切り分ける、マルセイユ港のアサイチベラ、カサゴ、メバルト小型のイソウオが多いブイヤベースは、地元の魚介類を香味野菜で煮込む、フランスの寄せ鍋料理。南フランスのプロバンス地方、地中海沿岸地域の代表的な海鮮料理。マルセイユの名物。原型は、 付近の漁師が見た目が悪かったり、毒針があって危険などの理由で、商品価値のない魚を自家消費するため、大鍋で塩と煮るだけの料理であった。17世紀に新大陸からトマトが伝来すると、食材に取り入れられ、また19世紀にマルセイユが観光地化すると、多数のレストランが地元料理のブイヤベースを目玉料理にして、技巧を凝らし、料理法も発展、洗練されて、 今日に至る。鍋にオリーブ油をひき、セロリ玉ねぎフェンネルなど香味野菜を炒める。数種の白身の魚やエビ、貝などを入れる。トマトやジャガイモなどの野菜、ニンニク、塩少々、白ワイン等の調味料を入れ煮込む。サフラン、フェンネル、ローズマリー、ディル、パセリなど、ハーブ類で風味をつけ煮込む。仕上がると、海鮮風味の濃厚なスープが出来上がる。 好みにより類似やイオリソース、クルトンを添える。下記の V 屋ベース検証では、一旦魚を鍋から出し、スープと別の大皿に持って、客のテーブルに運ぶ。スープを先に供して、風味を楽しませ、魚は客の目の前で切り分けるという。サフランには、薬用クロッカスの別名もあり、風邪などにも効果があることから、薬膳鍋といった趣向きもある。 世界三大スープの一つとして挙げられることもある。マルセイユには、ブイヤベース検証がある。同検証によると、本格派のブイヤベースには、以下のうち4種類が入っていなくてはならない。またオプションで、その他の野菜や香料しかし一方では各レストランや、各家庭に、それぞれのレシピがあり、それぞれが、正当的レシピを主張して、延々と議論が継続している。 カッチュッコとは、イタリアトスカーナ州リボルノの魚介類をトマトソースで煮込みパンを添えた、ブイヤベースに似た料理である。料理名に C が5つ入ることから、5種類以上の魚介類を入れるものとされる。ありがとうございます。